ぜこのような作業に従事する必要があったのでしょうか。大東亜戦争を完遂させるための創作活動は自ら国民音楽建設の一助であり、単なる島国日本の国民音楽でなく大東亜の参照歌であらねばならぬ。その意味でこれからは根本において装備的なものを作曲しなければいけない。ベートーヴェンの作品が長い生命を持っているのは根本に装備精神があり、男性的力が作品基調となっているからである。米田の作品をこうしたプロパガンダに対するアンチテーゼとして解釈することは可能でしょうか。ベートーヴェンのピアノソナタ全32曲の1154のドミソ中調査和音第324番をお聴きください。米田恵子は没年の1992年に日記に次のように書き記しています。芸術家とは亡命者にして周辺的存在であり、またアマチュアであり、さらには権力に対して真実を語ろうとする言葉の使い手である。調査和音第94から98番をお聞きください。米田恵子は戦時中の政治状況、そして彼女のそのジェンダーによって亡命者であり、かつ周辺的存在にならざるを得ませんでした。そして彼女は職業的な音楽家、詩人ではなく、したがってアマチュアの芸術家でした。